おはようございます。星野瑠璃です。2018年阪急杯の予想ということで、今年はフルゲートの18頭で行われるレースになりました。毎年荒れる重賞なだけに、今年も波乱決着になりそうです。なので、広めに人気薄の馬も抑えておいた方がいいかなと思います。まずはいつも通りデータから紹介していきたいと思います。まずデータその1、スワンステークス組ということで、これの後に阪神カップ組の成績も紹介しますが、1400重賞は少ないので、やはりスワンステークスと阪神カップ組には注意が必要になってきます。まずはスワンステークス組の成績から。去年は不発でしたが、過去10年で8頭が馬券に絡んでいます。2014年2着のサンカルロ以外はスワンステークスで5着以内の馬だったので、狙うなら掲示板に入った馬がいいかなと思います。今年のスワンステークス組はヒルノデイバロー、ムーンクレスト、カラクレナイの3頭になります。この中で5着以内だった馬が2着のヒルノデイバローのみになっています。なので、狙うならヒルノデイバローかなといった感じです。でデータその2、阪神カップ組ということで、先ほど紹介したので阪神カップ組なので、阪神カップ組は過去10年で14頭が馬券に絡んでいます。スワンステークス組より成績が良いんですけど、阪神カップの成績は関係ないといった感じです。着順は関係ないといった感じです。なので、阪神カップ組を抑えるときは大敗した馬も抑えておいた方がいいという傾向が出ています。過去10年中6年は3着以内に阪神カップ組が2頭絡んでいるという点にも注目です。今年の阪神カップ組はモズアスコット、モーニン、ムーンクレスト、シュージ、アポロの新山の5頭です。なのでこの5頭の馬連と、ワイドのボックスを抑えておくというのもありかもしれません。でデータその3、2走以内に重賞4着経験馬ということで、となぜか阪急杯は2走以内に前走で4着だった馬が馬券に絡むといったケースが多いです。過去10年で不発だった年は一度のみと、去年も人気薄のヒルノデイバローが馬券に絡みました。で今年の該当馬はシルクロードステークス4着のカラクレナイと、阪神カップ4着のモズアスコットの2頭です。なのでこの2頭は必ず馬券に組み込んでおいた方がいいかなと私は思っています。データその4、内枠ということで、阪神の開幕週に行われるレースということもあって、内枠の馬がかなり馬券に絡んでいます。年末に行われる阪神カップは外枠が
成績がいいので、レースの傾向は真逆といった感じになっています。なので今年も、1枠2枠3枠の馬には注目しておいた方が良さそうです。でこっからはまとめに入りたいと思います。買いたい馬は、モズアスコットやカラクレ内の、外枠勢です。しかし過去10年の阪急杯で8枠が2着以内に入ったのは2011年の一度だけで、3着が2回だけとなっています。7枠は2勝しているので、いいんですけど、8枠はちょっと買いづらいといった枠になっています。で阪神競馬場が改修後は阪急杯が18頭で行われたのは一度のみになります。でその時は7枠の13番のミッキーアイルが勝ちました。でもう1頭注目しているカラクレ内は7枠だけど15番になります。で16頭なら8枠になる馬番ということになります。でそれを考えると、カラクレ内も本命にはしづらいということになります。でデータ的には買いたいカラクレ内と、モズアスコットなんですけど、枠的には買いづらいということで、とても悩ましいところです。こんなところにも波乱の目がありそうという感じなんですが、ということで、いろいろ考えた結果、私の本命は8番のヒルノデイバローにしたいと思います。去年の阪急杯2着で、スワンステークスでも2着でした。KO 杯スプリングカップでは 0.4 秒差の4着と、この距離を得意としています。 C ジョッキーが騎乗するとなぜか前に行けなかったという馬でしたが、ここ数戦は C ジョッキーでも前に行けているので、今回も大丈夫だと思います。メンバー的に先行馬が少ないので、今回も前目で競馬をすると思われます。展開とデータ的に一番買いやすいのがヒルノデイバローなので、本命とします。で2番手に挙げたいのがモズアスコット。不安なのは外枠ということだけです。阪神カップは4着だったけど、負けた相手はイスラボニータ、ダンスディレクター、サングレーザーと、格上ばかりでした。それに初重賞挑戦ということも考えれば頑張ったと思います。せめて7枠なら本命にしていたのですが、8枠なので評価を下げました。先週のダイヤモンドステークスの動画でも言いましたが、最近のルメールジョッキーは8枠での重賞成績がいまいちになっています。ダイヤモンドステークスは勝ちましたが、フェブラリーステークスは大敗したので、まだまだ信用はできません。今回は1番人気か2番人気というのは確実なので、ここで構想できたのなら、今後ルメールジョッキーの8枠は気にせずに買おうと思っていますが、データ重視な私なので、まだ8枠のルメールジョッキーは不安というところでもあります。で3番手に挙げたいのが15番のカラクレナイ。この馬もモズアスコットと同じで、外枠が不安です。ここ2走は好走していて、1400の重賞勝ちもあるので、確実に人気しそうです。しかし今回のメンバーでは先行できないでしょうし、枠的にも後ろからになるでしょうから、かなり厳しい戦いになりそうです。
モズアスコットと同じで、まあ、前走4着馬なので、まあ、買い目に入れたいところですが、まあ、絶対的な信用はできません。で4番手に挙げたいのが3番のミッキーラブソング。夏以降は 1200m ばかり使われてきましたが、もともとは1400や1600で好成績を上げていた馬です。前走の敗因は、まあ、外枠だったのも影響したみたいです。で今回は内枠に入ったのでいい位置で競馬ができそうです。で買い目なんですけど、まあ、かなり難しいので昼のデイバローから内枠の馬と、まあ、阪神カップ組に流すというシンプルな馬券にしたいと思います。なので馬単のマルチで8番の昼のデイバローから相手に1、2、3、6、14、15、16、17という計16点を買い目で上げておきたいと思います。と、まあ、難しいレースですので、ボックス馬券とかで人気薄も入れて、まあ、3連複や馬連などで点数を抑えて金額も抑えて広めに買うっていうのがいいかなと思うんですけど、まあ、とりあえずまた当日の傾向、パドックの状態、馬体重の増減などを見て勝負の馬券っていうのをブログの方に書きたいと思います。そちらの方も参考にしてみてください。じゃあ2018年阪急杯の予想こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。